に遊ぼうよ。僕はエコロ、時空の旅人。時空を越えたり人に乗り移ったり、やっぱりこれ以上思い出せないや。僕はどこから来てどこに行けばいいんだろう。何か目的があったような気もするけど、とりあえずぷよ勝負は楽しいってことしか思い出せないぞ。というわけで片っ端からぷよ勝負を仕掛けていこうかな。例えばそこの丸い生き物にも。ケヨ、突然だけど君、何はともあれぷよ勝負だ。ケヨッケ。楽しかった。もっともっと楽しいことがしたいな。そっか。僕の目的ってきっと楽しくなることだ。けけけよ。あ、ごめんごめん。もう行っていいよ。けよ。さて。早速楽しいことを探しに行こっかな。楽しいことか。例えばどんなことかな。あ、なんだかよだれを垂らした黒い影がうろうろしてるぞ。わ、こんにちは。しっぽはえこさん。私そんな名前じゃないよ。素敵な尻尾だね。ちょっと引っ張っていい？やだよ自慢の尻尾だもん。そんなこと言わないで。その尻尾で遊んだら楽しいかもしれないし。私は楽しくないぞ。そんな。楽しいことを邪魔するならやるっていうの？ぷよ勝負だ。
ッシュダイブ、フェイクスピーチ、ラブリートリック。楽しいね。わーい、これで君の尻尾で遊べるね。嫌だって言ってるだろ。ああ、なんでだろう。嫌がられるとなんか楽しくないんだよね。この隙に逃げるぞ。行っちゃった。楽しいことがしたいけど、嫌がられるのはなんか楽しくないな。できればみんな困らないで笑っていた方がいいのかな。あら、なんだか手足の先がぼんやりした黒い方が半笑いで浮いてますわよ。新種の生き物かしら。ちょうどよかった。そこの帽子とがりこさん、適当に呼ばないでくださる。人を笑わせるってどうしたらいいと思う？簡単ですわ。くすぐれば大抵は一発か二発でいただきですことよ。そっか、いいこと聞いた。え、それこしょこしょするぞ。こしょ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 。よえな、何をなさるんです。難しいなあ。嫌がられないで、くすぐらないで、誰かを楽しくしたいな。プレゼントとかどうかな。この感じ、あなた運命から外れた存在。おっと、こんにちは、前髪そろい子さん。誰のこと？突然だけど、何か欲しいものある？そんなの決まってる、レムレス先輩。レムレス先輩だね。それじゃあ早速探し出して、箱詰めにしてプレゼントしてあげちゃうよ。ちょっと、え？私の先輩に何する気？あれ？なんで怒ってるの？あなた、先輩に触れたら、消え！Yeah.
おう。覚えていなさい。あれ、言っちゃった。プレゼントあげれば喜ぶと思ったのに、おかしいな。誰かと楽しく過ごしたいのに、なんで逃げられがちなんだろう。はあ、あれ、エコロ。あ、リンゴちゃん、こんなところで何してるの。何か考え込んでる風だったけど、また誰かに迷惑を。ってなんだか元気ないね。それじゃあまたぷよ勝負する。なんで。まあまあいいから。ほらほら、何はともあれレッツぷよ勝負。遊ぶよりも二人で遊んでると楽しいし元気になる。いたずらとか迷惑は遠慮するけど、ぷよ勝負ならいつでも付き合うからさ。それでは一緒に遊んで一緒に楽しくなる。いい感じだな。黒い影がいるよ。
上げ羽根子さん。実行！突然だけど僕とぷよ勝負しようよ。本当にいきなりすぎるよ。レッツぷよ勝負。あれ？この感じ、君はなんだか変わった存在みたいだね。そうかな。まあそんなことはさておいて、突然だけど飴玉なめ太郎さん、レムレスだよ。僕とぷよ勝負しよう。ちょっと待って、聞きたいことが。レッツぷよ勝負か。結構楽しかった？あ、
ああ、そうだね。やったー、この調子で一人一人楽しく。一人一人か、まだるっこしいな。なんだかもっと一気にみんなみんな大規模に楽しくなる方法ないかな。探してみよう。あ、ま、待って。行っちゃったか。大規模に、大規模に、そういうのってこうすっごい力が必要なんだよな。例えばちょちょいとお城を建てたり天気を操ったりぷよ地獄を作っちゃったり、そのくらいの力を持ってる人に協力してほしいけど、いないよな。それってサタン様のことかしら。うわ、なんだか綺麗風のお姉さん。ところでサタン様って誰？不要地獄の最大最強の支配者で、絶世のイケメンで、常にイケイケな闇の貴公子よ。すごいね、その人。サタン様を知らないなんて。サタン様に代わってこの格闘女王がお仕置きよ。うわうわーい。みんなを一気に大規模に楽しくしちゃうために、その人の力使えるな。